でまたですね、この制作者のゾンビに対する愛情、リスペクトすごく感じますね。やはりゾンビ映画のファンも納得できるような、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画紹介ということで、こちらゾンビーノを紹介します。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介していきます。今回はゾンビがペットとして人間と共存する世界を描いた怖いけどハートフルなコメディゾンビ映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はこちらゾンビーノを紹介したいと思います。まあ、実はこのゾンビーノね、このチャンネルでも以前紹介したことがあるんですけれども、まあ、私の好きなゾンビ映画コメディということでね、今回はちょっとあの内容をアップグレードして、お届けしたいと思っております。さあ、このゾンビーノ、現代は、ファイドっていうんですけど、2007年に公開されたカナダのゾンビコメディ映画です。簡単なあらすじはですね、地球が放射能の雲に覆われた影響で死者がゾンビとして蘇り、人間との間で戦争が起きます。そんな中、ゾムコン社という会社がゾンビを鎮静化させ、人を食いたいというそういう欲求を抑える首輪を発明するんですね。でそれをはめることによって、ゾンビを抑えつけ、そして人々が安心して暮らせるようになったという世界が舞台、そういう設定の物語です。でそんな中ですね、とある町、ウィラードという町に住む少年ティミー、そして母がヘレン、そして父ビルの一家がありまして、その一家はゾンビを飼っていないんですね。でも周りの家族全員がゾンビを飼っていると、そういう時代に我が家だけゾンビを飼っていないってことで、ティミーは日頃からちょっと不満に思ってました。そんな中、隣の家に家族新しい住人がやってきて、その家にはたくさんのゾンビが刺激飼われてるわけですね。でそのこうなんですかね、家族間の生活レベルの格差によって、こう奥さんが張り合おうとして、ついにお父さんを説得してゾンビを飼うことになるわけです。でこのお父さんなんですけども、過去に、父親がゾンビ化してしまいまして、でその父親を自ら殺したのがそのビル、少年時代のティミーのお父さんだったわけですね。でそれがトラウマになって、ゾンビはもう飼わないぞと心に決めてたんですが、母親ヘレンの説得に応じて、ついにゾンビを飼うことになったんです。でそれで家にゾンビがやってきて、ティミーは、とあることから友情がそのゾンビと芽生えまして、そのゾンビにファイドと名付けて、慕っていくわけですね。そんなある日、町にいる意地悪なおばあさんがいて、ティミーをいじめるんですけれども、そのおばあさんがファイドの首輪を壊してしまうんですね。そこから、ファイドがおばあさんにガッと噛みついて、おばあさんを襲ってしまい、というところから物語が展開していくわけですね。さあ、このゾンビーノなんですけれども、その結構面白いアイデアっていうのが、ゾンビを飼いならす、過去にあったゾンビとの戦争からそれを克服してゾンビを飼いならすことに成功した社会っていう設定が、他のゾンビ映画になくってめっちゃ面白いですね。でこの設定は他にこれからもいろんなゾンビ映画で生かしたらいいのになと思うくらい秀逸なアイデアだと思います。そしてその映画の、このパッケージ見てもわかると思うんですけど、映像がすごく美しくて、1950年代から60年代のこうオールディーズな、世界観を彷彿とさせて、ファッションとか、あとは出てくる車とか、あと家具とか、家の感じとか内装とかね、こうなんかキラキラした感じがするんですよ。でもゾンビが共存してるっていうね、そういう映像の美しさも見事で、めっちゃ楽しめます。ただその街を一歩外に出ると、ゾーンという荒廃したエリアがあってですね、それはこうめちゃくちゃあの廃墟と荒野が広がっていて、一歩フェンスの外から街の外を出れば、
うーっていうふうにこう無数のゾンビがうろついてるわけですね。なのである意味そのゾンビをこう飼いならしてる守られた街っていうのは、まあ、作られた環境っていうこともあるわけですね。まあ、そういった意味ではもしかしたら時代的には最近なんだけども、その古き良き時代オールディーズのこう何ですか文化をこう蘇らせた街なのかもわからないですね。そういう設定なの設定をいろいろこう想像できるところがこの映画面白いところです。でまあ召使いとなってやってきたゾンビファイドがですね、結構なんですかこうダンディーな感じで多分生前はこうモテたと思うんですよ。そんなファイドが徐々にこう周りの人間を魅了していって、奥さんヘレンもこう惹かれていくっていうところが結構面白いですね。でまあそのさっきもちょっとあらすじで言ったように、まあ、意地悪のおばあさんがファイドの首輪を壊してしまうことで、そのおばあさんをきっかけに、どんどんこうウィラードの街に平和な街にゾンビが、次第にこう増えていく。そんな中結構ゾンビあるあるネタもあったりして、面白いです。ゾンビファンだったら薬とついこう微笑んでしまうようなエピソードが満載なので、まだ見たことがない人にはぜひおすすめですね。あとユニークなキャラクターがこう登場するところもこのゾンビの魅力かなって思います。まずやはりこうゾンビにトラウマのある父、そしてファイドといい感じになってしまう母、またこう少女ゾンビのですねタミー、これは結構美少女ゾンビなんですけど、そのタミーを飼いならしているシアポリスという、元ゾムコムの研究員なんですかね、そんなおっちゃんも出てきたりして面白いです。そして極めつけはやはりこうティミーをいじめる、意地悪なおばあさん、ヘンダーソンばあさん、このおばあさんもいいキャラクターですね。というふうにですね、数え上げればマイクがにいとまがないくらいユニークなキャラクターが出てくるゾンビコメディとなってます。はい。やっぱりこのね、ありがちなホームコメディドラマにゾンビテイストを加えたってところが画期的ですね。ということなんで、まあ、ちょっと表現グロいですけど、これ、全年齢対応の映画なので、家族で楽しめるゾンビ映画となっているかなって思います。でまたですね、この制作者のゾンビに対する愛情リスペクトすごく感じますね。やはりゾンビ映画のファンも納得できるような、結構コメディなんですけれども、ゴア表現とかあとゾンビの表現とかストーリーの細かいところの設定一つ一つがゾンビファンの納得できるところを抑えている、そんな抑えるべきところを抑えたゾンビ映画です。はい。そして私ね、この映画を見てて風刺が効いてるなと、奴隷のようにこき使われてる存在がまあゾンビなんですけれども、それが反乱する映画として、結構魅力的な映画だと思ってます。そういった意味ではその風刺のスパイスがピリッと効いてますね。例えばこのゾンビーノに、似てる映画って言いますと、SF 映画で言えば猿の惑星征服、そして、有名どころで言えばブレードランナー、またはスピルバーグの AI、なんかも、あとウィル・スミスが主演してたアイ・ロボット、これもですね、こう奴隷としてこき使われている存在が世界に反乱する映画としてはおすすめできる映画なので、まあ、ゾンビーノを見てですね、もしそういうジャンルがもっと見てみたいなと思ったら、そういった映画もおすすめしたいと思っております。さあいかがでしたでしょうか。今日はですね、ちょっと趣向を変えてリニューアルしたアップグレード版としてこの動画ゾンビーノを紹介しました。またよろしければゾンビーノの感想をコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価チャンネル登録をお願いします。真夜中過ぎに起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる時をじっと待ってる蜘蛛の糸のように張り巡る